イメラジオ第1600回、今日平成31年3月24日日曜日です。時刻は午前6時半、横浜港北、日曜の朝、晴れてますね。東から昇る太陽、まだ斜めの光けれど、今日明るい日差しで、今日一日が楽しみですね。西に面した窓、丹沢の上にはまだ月がありますよ。朝の月なんかあんまり見ることないんだけど、綺麗ですね。富士も朝日を受けて白い頂き、丹沢の向こう、日曜の明るい景色です。春ですね。マンション前の森はウグイスが鳴き始めました。今年もウグイスが鳴く季節になりました。記念すべき1600回目です。夢ラジオ、今回はアメリカの政治を揺るがした戦後にね、事件、ウォーターゲート事件取り上げます。ウォーターゲートアフェア、こんな言い方をしますね、英語では。ウォーターゲートアフェア、1972年の事件で、この2年後にニクソン大統領は辞任しています。今でも謎の事件で、もう解明されることはないでしょう。ニクソンも黙ったまま世を去りました。このニクソン大統領はカリフォルニア出身の人で、法律を勉強しました。家は普通の家庭っていうのか、父は雑貨店の親父というのか、兄弟が兄上に何人かいたんですけど、なんか結核で2人ほど亡くしていますね、兄を。法律を勉強し、そして第二次世界大戦の時は海軍にも入ってますよ。戦後は法律家、そして上院議員に立候補します。共和党からですよ。このニクソンが一躍有名になったのは、戦後の赤狩り、ルーズベルト大統領の政権でアルジャー・ヒスって人いたんです。このヒスはソ連の工作員ということで、今では有名な人なんですけど、まあ当時はまさかそんな人いるなんて思われてなかった。つまり政権の中にソ連の工作員。ところが
うじゃうじゃいたんですね、あのルーズベルト政権には、あのソ連の諜報員工作員が。で、このヒスがそうなんだっていうことをこう暴いていく、そういうあの人物として頭角を現し、でヒスは結局あのやはりそうだった、つまりソ連の工作員であった。だから少し話題はずれますけど、ルーズベルト政権にはこのヒスとか、あるいはホワイトとか、もうソ連に操られてた政権なんですよ。で、このルーズベルトこそ大東亜戦争時の大統領だったわけで、アメリカの。ですからこのルーズベルトを動かした側近たちが実はソ連のスパイであった、この事実を私たちは日本人としてしっかり見るべきでしょう。で、そのヒスを、糾弾した、そういう共和党のニクソン、もう一つニクソンが有名になったのは、アイゼンハワーの副大統領として政権にいたこと。このアイゼンハワー大統領は2期務めましたから、当然その間副大統領の地位にあるニクソン、知名度はもう揺るぎないですね。なんか学生時代からニクソンは堅物で笑わず、家にこもるような性格だった。イントロバートという英語がありますけど、ニクソンのこと英語で調べてればそんな言葉が出てきますね。内向的なんだと。とはいえ、彼も政治家である以上、人前に出て物を喋らなきゃいけず、そういう時にはそれなりにやってたわけですよ。副大統領もやっている。さて、そんなニクソンが共和党から大統領選挙に立候補、もう万全を期しての立候補だったんですけど、失礼しました。対抗馬、民主党の候補、これが若くてかっこいいケネディ、そしてニクソンはというとあまりかっこよくないおじさん。しかもこのニクソン VS ケネディの大統領選挙は初めてテレビ討論が行われ、このテレビ討論で弁舌爽やか若々しいケネディと、なんとなくおじさん、そしてなんかこうなんかちょっと古いみたいな失礼しました。ですから当初はニクソンが圧倒的に有利、知名度から言えばね、ケネディはほとんど上院議員だったとはいえ、知名度まだなかったわけだし、けれどケネディのをテレビで見た人はもうこの人で行こう、ケネディに負けちゃうんですよ。再び8年ほど経ってから、いやもっとか、10年ぐらい経ってからか、このケネディとニクソンの大統領選挙が1960年か。で、それからしばらく経ってニクソン
再び大統領選挙に出馬。この時はしっかり当選しますね。で、そのニクソンが1期目の職務を全うし、その1期目が終わる1972年、この1972年はニクソンの大統領の1期目の任期が終わる年なんですよ。つまりもうこの年に大統領選挙が次始まる。そしてニクソンは再選を目指していた。6月にワシントンの民主党の本部ですね、本部といっても、まあ民主党の建物の一つ、なんとか本部だから本当の本部じゃなくて、なんかの委員会の本部だったと思います。そこに夜5人の男が忍び込んで、盗聴器仕掛けた。そしてこの5人がうまくやればいいのに、どうせやるんなら見つけられて捕まった。そしてうち1人のメモに WH と書いてあって、これはホワイトハウス、つまりこの盗聴器の設置っていうのは民主党の動向を探るニクソン大統領からの回し者だったんじゃないのか。つまり大統領がこの盗聴器を夜に押し入って仕掛けるっていうこの事件に関わってんじゃないか。これがウォーターゲート事件。この建物がウォーターゲートという建物だったので、そう呼ばれるんですよ。ただし、この1972年の夏か、6月だから、あんまりこの事件は気にもされなかったんですよ。そしてその年秋の大統領選挙に予定通りニクソンは出馬し、今度は地滑り的な、ね、ランドスライドって言いますね、英語で。地滑り的な大勝利収めるんです。で、翌73年に2選目というか、2回目の任期が始まった。ところがこの73年あたりから、その前年のさっきのウォーターゲート事件に実は大統領が関わってんじゃないのかというのが、じわ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 ぐち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 言われ始めた。これがウォーターゲート事件なんですよ。そして極めつけは、この事件をもみ消せとニクソンが言っているその声が録音されたテープ、このテープが、発表されたと。で、実際ニクソンの声なんですよ。ほんでもみ消せなんて言ってるらしいんですね。私には聞き取れません、あのようなテープの英語は。で、これでもう決定的証拠だということになり、1974年ニクソン辞任。だから今でもよく言われるんですけど、ニクソンっていうのは在任中に辞職した唯一の大統領っていう、そういう肩書きになっちゃったんですね。唯一です、任期中に辞めた人。しかも司法に司法の手が伸びて弾劾されそうになった。
唯一の大統領です。ただし自分から辞めたので、1974年の8月ですね。ですからそのまま訴追されず、私は大統領辞職します、明日辞職します、なんて国民に向けてのテレビ演説、そしてホワイトハウスからヘリに乗って振り返って手を一回大きく振るシーンが印象的ですね。何のためにニクソンがやったとしてですよ、こんな盗聴器仕掛けるみたいなことを命令したのか、何の意味があったんでしょうか、謎ですね。あるいはさっきのニクソンの声が録音されたテープ、誰が何のためにそのテープを仕掛けたんでしょうね。ニクソン自身が執務室に 自分で仕掛けて自分で録音したんでしょうか。ありえないですね。どうやってそれテープがまた外部に出ることになったんでしょうか。という、もう言い出せばキリがないような謎の多い事件なんですよ。ただし事件そのものは非常にしょうもない事件なので、謎が多い、そしてニクソンの辞任につながったとはいえ、あんまり話題にもならない。ただ今でも人の口に上る、特にアメリカではね、なんか10年おきみたいな感じでポーンとウォーターゲート事件を振り返るみたいな、だから忘れられてはいないんですよ。ただしょうもない事件なので、ニクソンは1期目の任期では中国との国交回復やってますね。日本の田中角栄が中国に行く少し前ですよ。だからニクソン大統領、キッシンジャー補佐官というコンビで中国との電撃的な和解、そして国交の回復をしたのは世界史の出来事。もう一つ、ニクソンといえば同じく1972年にニクソンショックって言って、ドルと金の打換を停止する発表、あれも有名ですね。ですから、なんか何をした人なのか分かんない大統領ではない。実務能力もあったけれど、その彼がこのよく分からないウォーター事件で失脚、さっき言ったように、まあ不名誉な辞任の仕方、その後もいろいろね、当事者なんだから発表する機会もあったと思うんだけど、ニクソンはこの件についてずっと沈黙しました。90年代まで生きたお方ですよ。しかもまあ陰謀なら陰謀で、じゃあ誰がやったのかみたいな話にもなりそうなものなんだけど、今一つその陰謀論にも力が入らないのは、さっき言ったように事件そのものがものすごくしょうもなく、そしてまあニクソンが辞めてアメリカの政治が揺らいだとはいえ、それで根本的に何かが変わったかというとそうでもない。ウォーターゲート事件、1972年の事件、これでニクソンが辞任した。一般的にはこれくらいの知識で十分なんですけど、よくよく考えたら謎が多い。そしてこの夢ラジオでも謎が多いよという指摘なだけで、今更ウォーターゲート事件をもう一回掘り返す、そして新しい事実を発表する、そこまでの力は私にはありません。夢ラジオ第1600回、今回はウォーター事件、ウォーターゲート事件
取り上げました。日曜の朝です。